せー新商品せーのジャガーマミクシクジャガーカエルの子はカエルピョンせーのさん、はい、カエルの子はカエルピョンカエルママです。チャンネル登録お願いします。今日はさあということで本日おうちでピクニック出かけていく外食はねできんけどドライブスルーやったらねパパがそう別の用事の流れで買ってきてくれてついでにね、ドライブスルー便利だったのかな眠いということでねなんとね今日からそう発売になりましたじゃあね、こっちでも本当のピクニック本当のピクニックになるよ、今日も背後でピクニックせー、新商品、せーのジャガーマックシェイクジャガーマックシェイクプッチンプリンすごいやろ、マジでおー何これプッチンはできないけどそうシェイクになりましたって言うんやけどなんとエニックに朗報ですそのプッチンプリンなんとなんと、アレルギー情報を見てたところほう卵を使用しておりませんすごいまたややばい卵アレルギーあのプリンもすごい美味しかったんだけどこれもよどうするエリちゃん嬉しいよねいや嬉しくなっちゃってカエルパパ見てください、うん大きいの買っちゃいましたM になるとパッケージが違う M 見してパッケージが M になるとじゃじゃーんこれがねそう S やとほらプッチンできないけどプッチンプリンって書いてあるいやこれそう M やとあのパッケージがそう強いただもう格段にいっぱい飲めるっていうねちなみにアレルギー成分は、うん、あの牛ミルク牛乳と大豆を原材料として使用してますのであのアレルギーのプチプリと一緒のような感覚やね大豆を使ってるっていうことはねあでも大豆ねえぇ、うちは牛乳アレルギーの子がすごいな卵がまさかのエニシー飲ましたいと思ってでも本当アレルギー調べたら卵が使われてなかったけラッキー飲みたいのいっちゃいましょうよちょっと行こうかじゃあプッチ見せながらこうパッケージせっかくなんでプッチを見せながらね飲んじゃいますよ。行きますよ。せーの、いただきます。プリン飲んだ。嘘、飲んだ。プッチンプリン。本物や。なんで？なんで？めちゃくちゃうまいんだけど。うまいね、英語。期間限定らしいよ。やばくない？で、なんか、ちょい足しカラメルソース。っていうのがついてるバージョンも売ってる。これはハッピーセットの飲み物をエスがシェイクにしたけ。で、これは江口のセットで、S やったらそのままの値段500円なんやけど、うんうん、20円足すと、M になる。でやってるんやけど、はい、そのバージョンもあるだって、ちょいとしキャラメルソース付きバージョンもあるから、ちょっと値段が50円ぐらい上がるんかな。あ、そっちも飲みたかったな。冷たい。今度そっち飲んでみよう。でも十分うまい。プッチンプリン？もう。プッチこれカラメルの味もなんかちょっとするような気がするもんどういいじゃんなんかさたたまるあーキャラメルカラメルカラメルのね味するよねこれ飲んだら分かるわ本当にキャラメルのプリンねキャラメルのプリンみたい本当にいやなんでキャラメルの味がするんか分からんけどキャラメルの味がする本当にうまっプッチンやんなんですごっねしてるやろプッチンがプッチンプリンいや美味しい美味しい。ぜひ数量限定なんでね、卵アレルギーの子に朗報のシェイクでした。プリンがね、食べたいけど。ねえ、なかなかね。これ味わえるわ、シェイクで。しかも相当うまいやん。ねえ。大好きや。まあね、家でね、もうピクニックとかね、いろいろやって、ね、この状況を楽しんでいくしかない。ですよ。はい、みんなで食べましょう。はい、いただきます。喜ぶ。せーの、いた食べてる。せーの、いただきます。ゆとちゃんも。こちらサイドで。
いただきます。楽しかった。こっちはこっちで何やそのお菓子の量がすごいな。ソファーベッドのコーナーで。はい、以上卵アレルギー朗報、飲めるプッチンプリンシェイクが出ました。ぜひね、あの店頭ではね行けないと思うんで、ドライブスルーできる機会があれば飲んでみてください。うん、はい、えいちゃん嬉しかった。おいしい、幸せ。お湯だらカラメルだけでもこの味がする。本当にする。本当のリアルプッチンブリンやった。うん。あれひょっこりさん。嬉しい。嬉しい。寄り添った。こんだけ嬉しいのなかなかないよ。本当にやばい。よかったね。それは飲んでも大丈夫。ええか、それは飲んでも大丈夫やから。エイジどうだった？うまかった。うまかった。よかった。その言葉が。これよね、本当に一番聞きたかった。いや、家でピクニック。スタートします。はい、はい、いただきます。じゃあ次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。朗報でした。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録はこちら、おすすめの動画はこちら、あとインスタグラム、ツイッターもやってるので登録よろしくね。